で、伏見くんがアーカイブに問わせたから見てないかなと思ったけど、まあ、その後昇降機右からリフトで左行ってるんで見てないです。リフト左、今どこにいます？嘘です、昇降機右です。ちょっとずらしました。そうそう、ね、じゃあ追いすぎてラスト行きます。はい、お願いします。お願いします。まとめと、足湯ゆい、ウィス、ナイス、ナイス、ナイス。にただの人気者だよ、またただの人気者。あ、みじん、ちょっと無理やりにでも終わらせましょうか。さてさてさて、現行犯畑そこさん、源さんですね、これ。どっちの件？コメサボ中じゃない？うん、中井さん、コメサボ中だ、助かった。これ、おもごちさん僕見てるぞ。アーカイブの方に行ってると思うけど、うん、貨物から上がってってるね。うん、私はネロちゃん視点で私がやらなそうって思ってほしいのは、ネロスナゲンでエレキにいて、うん、ネロちゃんを残してスナパイさんと私でほぼ同じタイミングではしご登ってます。スナパイさんが一歩ぐらい先行してたかな。そしたら畑子さんが左からメイン左から来てズバって感じです。メインエンジンの扉を僕開けていて、シャワーメインって言っていて、でそこで扉を開けて、ゲンさんのレポートが入った。ん、メインシャワーって言ってて、違う、シャワーメインって言っててエンジンの扉を開けてて、メインエンジンの扉を開けて、開け終わってゲンさんのレポート。シャワー前はどこにいたの？シャワー前はメインかな、確か。エンジンメインってことか、確か。え、メインエンジンの扉を開けてゲンさんのレポート、僕が開け終わったと同時にゲンさんのレポートが入りました。コミサボ中なのに畑さんは逆走してることになるので。あ、逆走してないですよ。だからシャワーメインって言ってるんで。で、メインエンジンって知ってるんでしょ。あ、そういう人なのね。そうそう。でも、畑さんとしてさ、メインエンジンを開けたんでしょ。で、扉の反対側に肉弦がいたってことでしょ。はい、あ、違う。エンジン、メイン、シャワー、メイン、エンジンの扉開け、メイン側にしたい。だから僕、後ろにいます。はい、その2人以外に介入はできないから、まあでもスナパさんキルはもうここで完結だと思う。はい、じゃあ、シェリフ使用します。足湯さんが両キル無理です。 ありがとうございます。で、おまじさんアーカイブあたりいたって誰か言いませんでした？僕がアーカイブラウンジっていくときにラウンジでおまじさんとすれ違っててアーカイブ側に行ってるはずで、伏見くんがアーカイブに問わせたから見てないかなと思ったけど、まあ、その後昇降機右からリフトで左行ってるんで見てないです。あ、まあその辺にあると思う。おもじさんはアーカイブとかシャワーぐらいには。リフト左、うん、今どこにいます？嘘です、昇降機右です。ちょっとずらしました。そうそう。実は昇降機右です。いいのそれ。来てないな。左にずれようかな。畑迫さんからいきます。はい、あ、もうみんな入れてた。弦ボタン押してるので釣りたい方押してください。おば、まっとくさいけどな。あえてね。
ナイス。あれ今ってゲンさん直しちゃいました。あ、はい。すいません。足湯さん直せば足湯さんも隠しろになるな。そうですね。それは私も思ったけど、私が言った以上直さずになんか待つのもあれかなと。僕直してないって言うと言うときますちゃんと。直せませんでした。うん、処遇は任せします。まあ小見さんも直してのゲンです。はい。あの位置はどこだ。足湯さんじゃなくてユイさんとかサントさんって出た。サントス無限エレキ。あ、実は私無限貨物です。無限貨物。貨物はどこにいます？まあ、私初手給油してその後ずっと金庫にいます。ああ金庫か。金庫だったら合わない。俺は最後エレキ。あ、貨物からバイタルエレキ。そう、うん、僕は最後貨物のそのあれ覚えゲーのとこまで行ってるんで、ユイさんが金庫タスクにずっといるって言うんだったら、まあ合わなくても不戦ではない、うん、僕の戦では、うん、でオマはオマがマットっぽいって言ったのアーカイブ分けで速攻ランジってトイレタスクやってるはずなので、俺がその後追っかけるようにして貨物の配線タスクやろうとしたら、貨物の下から上に上がってってその後コミサボみたいな感じだから、うん、何をしてるんだろうって感じだよね、どっちかっていうとね。ただ何をしてるんだろうおじさんじゃない、コミじゃなくて。そうだから、いやでもマットあんのかなって思っちゃったらその動きなんかよくわかんないけどね、うん、エレキらへん人いっぱい来るからそこに行きたくなかったマットなのかな。貨物の下から上に行ったんだよね。そうで、その後多分慎太郎とお前がすれ違ってみたいな感じ で、うん、ですれ違った時もう米サボ中だったから、まあ基本的には左側に寄ると思うんだけど、そっからお前さんはねアーカイブシャワーメインみたいな感じで、うん、新富士ゆいとかで完結しそうだけど、まあ、うん、お前さんはエレキのどこまで生きてる8番で原作が見えたから原作目線で俺隠しろだと思うんだけど、うん、サントさん無限エレキって言ってたけど、あんまない、無限エレキ、無限エレキだけど、私が見たのはそうネロちゃんとスナッパイさんと、ゲンさんはバイタルでダウンロードしてるのを見て、俺がエレキ入って勝ちタスク、うん、8番タスクってやってる間俺サントさんと会ってないね。あ、でもサントさん初動はいたかも、確かに、うん、私バイタルダウンロードする前にはエレキあたりでサントさん見かけた記憶はあります。そう、ネロちゃんは見てない、そのゲンパイは見てるけどネロちゃんは見てない。俺最後の本当6秒ぐらい、うん、でも最後だよね、うんうん、最後だったらまあわかるかな。あの短期3投票は自由で、前のゲームだっけ、ちょっと記憶が曖昧ですけど。前のゲームでもゲンさん初手師じゃなかったっけ。初手師じゃあ大丈夫。あ、取れないか、うん、あーって。アドミン壊してーな。あら。あら。見てねえな。死人はなし。ないです。キッチンでは湧いてませんでした。ですね。うん、メインって俺以外湧いてたっけ？湧いてないか。メインタウン湧きアーカイシャワーアーカイブラウンジアーカイブシャワーメインの女性って感じで、うん。浮いてるけど見てない。エンジンメインエレキ。はい。宿舎タン金庫宿舎ミーティング。シミヤさんエレキのどこですか最後。エレキの3番っすね。あ、まあ合わなくても私は電気室のキーぐらいです。積極から言ってます、うんうん、まあ基本原産つらない進行なんで、もうネロちゃんも疑わずに、うん、シンタラフシミヤユイの3択でいいと思いますね。エレキの3票誰ですか。は、はい、キッチン脇の武器庫でタスク上のやった後にエンジンで2つタスクやって、最後宿舎前の廊下です。あのエンジン宿舎の間の廊下。ほい。さっきの原産3票は。はい。入れてます。え、藤間君入れたの？はい。あ、チーフジ。あれ？出ない。出ないか。サントスさんからけど。ああ。ああ。うん、
まあ、正直藤宮の言い直しが気になってるぐらいかな。それはあんまり議論させちゃいけないのかもしれんけど、ちょっと左に寄せたらね白くなったなっていう。逆にめちゃくちゃ黒く見えてますよ今。まあこれは僕の感覚だけど、藤宮くんマットイーサインポスターの方がありそうだなと思ってる。これ感覚ね。ああ、どっちかっていうと、慎太郎くん宿舎脇やったっけ、タンって。そうですね、宿舎タン脇で。まあでもマットだったらわざわざ左に寄せないと思ってほしいよね。まあそう。別にアーカイブって言えばよくないっていう。ああ、でもアーカイブって言ったら思わずさんのシネデラの変になっちゃうから、僕目線でね。うんうん。町派です。うん。まあ、待ちつつタスク頑張りますか。はい。タスクはいけます。ガミさんに自投票ですか、もう。違います。ガミさんに入れてますよ。なんだ。いや、やばいな。誰も映んねえな。あ、ネロちゃん。よし。堂々と壊して回ろう。ミーティングしたんやんのか。ないんかーい。はい。え、マジか。ガミさんメインホールの真ん中で発見。ほな、いますね、診断。メインの暗室にいます。え？暗室？今診断のは事実です。バイタル見てて。2秒ぐらい前は片っぽしか死んでなかったんで。あ、そうなんだ。僕アーカイブ、シャワー感ですれ違ったんで、僕今アーカイブです。まあ、ほぼ慎太郎のセリフかな、俺視点。ちょうど暗室入ったとこなんで。マジ？あの、ネロちゃんは30秒ぐらい前のバイタル見た時も死んでました。うんうん。ゆいさんの城って今回出ます？出ないと思うな。足湯さんとしかすれ違ってないし、それも結構前です。ネロちゃんは初動請求テープやってたね。いや、うん、右では死んでないです。とりあえずアーカイブ貨物バイタルと移動して、まあ、あの端っことか見てないけど、あ、レポートは光ってないんで、まあ、僕はタスクでもいけますけど。でも新富士って対抗してるんですよね。まあ、俺視点はほぼ慎太郎。僕も藤原くん人外ではあるけど、多分ただマットだった場合が一応あれだから。ごめんなさい、ケンさん、アーカイブ貨物バイタルの中でどういう動きかちょっと詳しく教えてもらって、はい、私多分疑ってもしょうがないです。あれ、そうですか。ケンさんはもうね、もう白木畑底を現行犯してて、そう、うん、もう釣らないてか疑わない進行なんで。そっか、だとしたら今回すいません失礼しました。じゃあ、うん、まあ、少なくともこのシングルキルに関して新富士で完結してるかなとは思ってます。とりあえずもう1キルはまだ分からんけど、2キルできそうな人がどっちかみたいな議論もしたいんですけどね。まあ一応初動僕メインの除染の部屋で源さんと会った後は、そのままメインエンジン宿舎ミーティングって言って、もう僕ボタンを押してるんで、そこからまた引き返してミーティング宿舎エンジンメインで発見っていう移動経路ではあります。藤宮さんは僕は、初動エンジンメインエレキ石球で、石球で、カメラ見、まあ、タスク終わってたんで石球でカメラ見てたら、はい、ネロちゃんがテープタスクいて、そっから、はいはい、ぐるっと左回りキッチン武器庫エンジン、どっちも2キルできそう。多分慎太郎が藤宮マットユイインポスターをどうして釣ろうとしてるかな。ケンさんどっち行く。慎太郎さんかな。正直
もうマジで、そう。慎太郎になっちゃうんだ。これ、確定か？バイタルが、あれだ。うん。ちょっともうちょいマジでよかったな。多分、犯人見えるぐらいだと思うんですよね。よいしょ、すごい。あ、藤宮さんだから。あ、また人覚えてない。おー、危ねえ。マジで。なんか、逆に白いと思う。逆に、あれ逆に、あえて。あれ逆がもう。いい世界。時代はチギソーだから。チギソーをあえて訂正する。あれで白くなるの、すごい。クレバーな選手で使ってくれ。白くはなってねえ。逆にインポスターっぽくない。くはない。